ここは浜松市西区人路町の人路八幡宮です。常駐の神職はいませんが、氏子たちにより大切に保全されています。普段は静かなところですが、新年の初詣、秋祭りには大勢の人を集めます。人路八幡宮の一角に高宮神社があります。当地の斎藤一門の方々の守り神です。毎年3月に一門の繁栄安泰を祈願する祭礼が行われます。人路にはこういった信仰に関わる歴史的な建造物が他にもあります。今日はそれらを巡りたいと思います。人路八幡宮の東にあるのが中村の秋葉灯籠です。秋葉灯籠は秋葉信仰のシンボルとして各地に建てられました。この灯籠は昭和4年に再建されたものです。中村とはこの地のあざ名です。人路幼稚園の北にあるのが高部稲荷大明神です。南朝の武士の子孫とされる高部一門の方々の守り神です。1月末の日曜日に一門の祭礼が行われます。社殿は平成17年に再建され、おかげさま稲荷として近隣の人々に親しまれています。人路幼稚園の筋向かいの谷にあるのが厳島神社です。中村一門の守り神で、祭礼は3月15日に行われます。南側にアパートが建ち、周囲をすっぽりと囲まれ、目立たなくなったのが残念です。幼稚園から山際道を西に進むと山本弁財天があります。名前の通り山本一門の守り神で、祭礼は3月15日に行われます。社殿の周りにはお堀があり、橋もかけられています。枝ぶりの良い松もあり、よく手入れされています。中組公民館の横には金山神社があります。中村一門の社でしたが、今は人路中組の人々によって祀られています。祭礼は8月20日に行われます。金山神社の横には昭和15年に再建された中脇の秋葉灯籠がありましたが、近々公民館の建て替え工事が行われるため、今は別の場所に保管されています。人路西組の屋台小屋の横にあるのは西脇の秋葉灯籠です。寛政元年1789年、11代将軍徳川家斉の時代に建てられた古い灯籠で、実に230年近く人々の生活を見守ってきました。灯籠全体がすっぽりと建物で覆われていた時期もあったようです。最後は人路の一番西の小高い山の中にひっそりと佇む対馬大明神です。横原一門の守り神で、7月15日に祭礼が行われます。人目につかない場所にありますので、人路の住民でもこの社の存在を知らない人が多いようです。今回人路の歴史的な建造物を巡りましたが、平成15年に自治会から発行された人路の歴史という冊子を参考にさせていただきました。冊子の中身の本の一握りを紹介したに過ぎませんが、今回の経験から
歴史を映像で残すことにも意義があると感じるようになりました。今後細々ですがトライしていきたいと思います。